お待たせいたしました、セカンドセットの初めの曲はピアノソロで、お届けいたしました。今の曲は、私の2015年に、ティートックレコーズというカデンツァというレーベルから、リリースされました、ピアノソロアルバム睡蓮という中からの曲で、湖の幻影という曲でした。先ほどちょっと